はい、私の方から冒頭4点ご報告がございます。まず3月11日来週で、その未曾有のこの被害をもたらしました東日本大震災から5年が経過することになります。改めまして震災で亡くなられた方々に哀悼の意を示したいと思っております。そこでですね、都ではこの節目を捉えまして、都民や事業者の皆様に自助・共助への理解を深めていただいて、まあ、首都直下地震、この備えを推進しなければなりませんので、防災展2016、これを開催したいと思っております。区部のエリアでは、3月11日の金曜日から13日の日曜日までの3日間、新宿駅の西口広場イベントコーナーなどで、東日本大震災の写真や映像、資料の展示のほかですね、災害用伝言サービスなど災害時の安否確認手段の紹介、さらに防災資機材などの展示体験を行いたいというふうに思っています。新宿駅西口、こういうことをやりたいと思っています。それから多摩地域ではですね、これは1日から昭和記念公園で多摩直下地震の被害想定のパネル資料展などを実施しておりますけれども、明日からの週末5日6日にメインイベントとしまして、東日本大震災のその津波を取り上げましたドキュメンタリー映画ですね、それから講演セミナーなどを行いたいというふうに、この大津波がこう来ているところですね。それからいずれの会場でも区も多摩もですが、防災クイズ など家族で楽しめるイベントや東京防災を活用したワークショップなども用意してありますので、ぜひ多くの皆さんに来場していただけるとありがたいというふうに思っております。で、震災を教訓に防災意識を高める機会としていただきたいと思っています。それから震災から5年目の3月11日はですね、都として震災の犠牲になられた方々に改めて哀悼の意を込めまして、全庁で黙祷および弔旗の掲揚を予定しております。国においても開催されます東日本大震災5周年の追悼式には私も参加させていただきます。東京都はこれまで、もう総力を挙げて被災支援を行ってまいりましたけれども、復興はまだ道半ばであります。この節目に都民の皆様にも被災地に思いを寄せて、これからも応援していただきたいと思っております。さまざまな催しにつきましては総務局の方にお尋ねいただければと思います。2番目のテーマですけれども、豊洲です。豊洲市場、これは11月7日にいよいよ築地から引っ越してまいりますけれども、そこの六街区における千客万来施設の事業予定者が決定したのでお知らせをいたします。まあ、決まってた方が辞退するという事態が起こって、ここまでなりましたけれども、千客万来施設は、豊洲ならではの活気やにぎわいを生み出すために整備するものでありまして、1月に3グループから提案をいただきました。で、事業内容につきまして、外部の専門家などにより審査をしました結果、事業予定者を万葉クラブ株式会社に決定をいたしました。よく大きなトラックで万葉クラブと書いて温泉の湯を湯河原から運んできているのをいろんなところで見ると思いますけど、あそこです。で、食を起点にですね、日本の文化を発信することをコンセプトして、まあ、施設はこの商業ゾーンを見ておかれる江戸の小町並みのような感じですね。それから商業ゾーンと温泉ホテルゾーンとの2つで構成されて、ております。商業ゾーンは今申し上げた江戸の町並みを再現して、このオープンモールで飲食物販店舗を展開するなど、まあ、豊洲ですから食の市場なんで、来場者が食に関して楽しめる施設として整備されまして、平成30年の8月に先行開業したいと思っています。まあ、今年の11月に本当は市場と一緒で開ければよかったんですけど、さまざまな事情で、30年8月になると。それから次に温泉ホテルゾーンはどういう感じかというと、先ほど申し上げましたように、大きなそのトラックでですね、高温の温泉を輸送してきますので、それを利用した24時間営業の温泉
ホテルを展開するとともに、この屋上展望デッキでこの足湯を楽しんだりですね、それからキッチンスタジオ、道具位置の配置なども多彩で、こちらの方は平成31年8月、さらに1年後に開業予定だと、まあ、これ景色が素晴らしいんですね。あの足を温泉に浸かりながら景色を楽しめる。でこの千客万来施設が新しい東京の名所として多くの人々に、繰り返し楽しんでいただけると、まあ、リピーターとして皆さんが来れると、そういう場所にしたいと思っています。詳細は中央卸売市場の方にお伺いいただきたいと思います。続きまして、3番目ですけど、これは水素社会に関係あります。水素情報館東京水素ミルト、これについてお知らせします。まあ、いつも申し上げてますように、2020年オリンピック・パラリンピック大会のレガシーとして水素社会を残そうということで、実際にそのエネルギーを利用します都民事業者の皆さんが、水素社会とか水素は安全なんだろうかと、こういうことについて身近に知ってもらい、それを分かっていただくことが必要なんで、今年の7月末に水素エネルギーを PR する施設としまして、水素情報館東京水素ミルというのをオープンします。場所はですね、江東区汐見で、今月にオープン予定する水素ステーションの敷地の中に併設をいたします。東京水素ミルという名称なんですけれども、水素は水素です。だから水素をよく見てくださいということで、ミルのと MILL 英語のミルにかけて、水素エネルギーについて内容を噛み砕いて分かりやすく伝えるということの2つの意味を込めております。で、どういうふうになるかと、1階にですね、展示室を設けて自転車を活用した水素製造の体験コーナー、これこの前イベントでやりました。で、燃料電池自動車の試乗イベントなど、まあ、子どもたちも楽しみながら水素のことを学べるように、見て触れてやれるようなことをやりたいと。それから2階はですね、勉強するための講義室とか水素関連製品や技術の展示コーナー、こういうようになっておりまして、今後水素ステーションの設置を検討している中小企業者への講習会とか、国内外の視察などの利用を想定しております。で、都民の皆さんに親しんでもらえるように、あのイメージキャラクター、あの減らせっていうどなたかイメージキャラクターの数が多すぎるとか、どなたかに叱られたことあって、東京新聞さんだったっけな、あのいずれにしてもですね、水素か、それから酸素、エネルギーのエレレ、それからあの水なんで水 G と、まあ、ちょっとセンスいいかどうか分かりませんが、そういう、あのだからまあ子どもたちもこういうので、社会見学していただきたいということで、あとは環境局に詳細を聞いていただきたいというふうに思います。次、オリンピックの教育プログラムに関連しまして、リオデジャネイロ大会組織委員会が実施する教育プログラムに、トランスフォーマーコネクションというのがあります。これはあの、そのリオの学校と我々の学校との交流ということで、都立の白鴎高等学校が参加することになりましたので、お知らせをします。で、これは今年の8月のリオデジャネイロ大会開催に伴って行われる学校交流プログラムでありまして、都立の白鴎高校とリオの州立エリック・バルテル・ハイネ高等学校が交流をします。で、白鴎高等学校は、中間一貫教育で日本の伝統文化の理解教育に力を入れておりますし、また国際交流にも非常に熱心であります。で、この相手校のエリック・バルテル・ハイネ高校っていうのは、リオデジャネイロ州のに国公立高校が580校あるんですけれども、そのうちのトップ50校に入る優秀な学校だと聞いております。で、この交流は4月から6月、今年の4月から6月までの間に3つのプログラムを実施をすると。で、在リオデジャネイロ日本国総領事館が仲介のローを取ってくれるということでありまして、3つというのは、1つはですね、フレンドシップチェックインと、
これは自分の国、都市、学校を表現するような品物を詰めた文化ボックスを作成してお互いに送り合うと。ちょうど地球の反対側ですから。それから2点目がスポーツが運ぶ交流ということで、オリンピック・パラリンピック競技を生徒が実演して紹介するビデオを作成して送り合うと。それから3点目が文化で、互いの国の音楽、スポーツ、料理、嗜好品などの文化をプレゼンし、ビデオや写真に記録して送り合うと。まあ、こういう取り組みを通じて、両校が交流を深めていくことを期待しますとともに、まあ、リオ大会終わった後も、こういう形を通じて、両都市間の交流の輪を広げ、絆を深めていきたいというふうに思っております。私の方から幹事社さん、以上の4点のご報告です。幹事社の毎日新聞の立本です。はい。幹事から日産お尋ねいたします。はい。一点はですね、先ほど発表ありました先客万来施設の関係なんですけれども、はい、まあ、豊洲市場との、まあ、同時開業ということがこれで、まあ、完全にできなくなったということであります。で、まあ、にぎわい施設が、まあ、豊洲市場オープンから、まあ、2年ほど遅れての開業ということになりますけれども、これ当初 その人のにぎわいという意味でですね、影響というか懸念というか、そういったものを知事どういうふうに考えていらっしゃるか、お聞かせになりますか。まあ、ないと言ったら間違いかもしれませんけど、しかしやっぱり築地、相当皆さん来られてましたね、見学含めて。それで、そういうことから考えればですね、やっぱ新しい市場はどうなってんだろうということで、相当来られるだろうというふうに思いますから、市場の見学をしながら、会場までちょっと。先客万来施設の感じもお待ちくださいということですけど、それによってにぎわいが先客万来施設がないから寂しくなるって、それはないだろうというのを思っております。率直なところですけど、まあ、最初撤退された時のイメージ図とですね、今新しいイメージ図で、はい、どっちがいいなっていうふうな感じで。いや、これは完全なコンペをやって、いろんな専門家を見て採点して、先ほどの会社が一番いいという、そのグループが一番いいということで決まったんで、やはりこれから江戸のイメージというのは非常にやっぱり東京湾について言うと大きくなります、隅田川含めて。ですからそのイメージ作りがあるのと、やっぱり温泉で入れるっていうのは非常にいいことなんで、むしろその海外、2020年がありますから、海外からのお客さんがたくさん来られるということを想定した場合に非常にいいんじゃないかなというふうに思ってます。今でもとにかく朝3時でも4時でも起きて築地の競りを見たいっていうことで、もう外国のお客さん順番待ちのような状況なんで、それだけでも相当人集まるというふうに思いますんで、まあ、そういう意味であんまりは心配はしておりません。はい。2点目ですけれども、はい、これ冒頭でお話ありました、来週で東日本大震災からちょっと5年を迎えるということの関係ですが、はい、まあ、当然被災地への支援ということもいつも大変重要だとは思うんですけれども、まあ、首都直下地震をに備えということでですね、改めての話になりますけど、東京都としてどの点が一番重要な課題になってくるか、改めて知事の見解をお聞かせ願いますか。やっぱり自助共助っていうのが非常に大切になって、もちろん最後の公助、これラストリゾートなんで、それが出動する前にきちんとやはり自らの命を守る、隣近所で守るということが必要なんで、そのために日頃の訓練、それで防災ブックなんかに詳細に書きましたように、ああいうことをやってもらいたいというふうに思ってますんで、 3.11 の記憶を忘れないとともに、まあ、節目節目で日常備蓄もそうですし、防災ブックもそうですけど、今すぐやるんだということをもっと強調していきたいというふうに思っております。いつも申し上げますように、阪神・淡路の時でもですね、助かったことのもうほぼ9割から9割5分ぐらいは家族とか隣近所が助けてるんで、そういう意味では迅速な救助と命を守るという、それに全力を挙げたいと思っています。幹事からもう1点ですね、はい、冒頭発表からちょっと離れますけれども、はい、先般の最高裁の判決についての関係です、はい、認知症の高齢者が列車に離れてその鉄道会社に損害を与えた場合に、
まあ、家族がどこまで賠償責任を負うかということについて、まあ、最高裁は先般、まあ、その限定的に、責任について限定的に判断する司法判断を示しました。で、まあ、司法のことですので行政のトップとして、まあ、おっしゃりにくいこともあろうかと思いますけれども、まあ、ご自身会議を経験されたことを踏まえてですね、率直に、この判断をどう受け止めていらっしゃるか、はい、それと、まあ、この司法判断の時に、まあ、言われましたけれども、やっぱりその家族だけではなくてですね、認知症のその人を地域で守れる流れを進める必要があるという識者のコメントとかも散見されましたが、まあ、行政のトップとしてですね、今後認知症の方を支えるあり方としてどういう方向に進めていきたいと考えていらっしゃるか、はい、改めて伺います。判決は確か6つぐらいの基準を設けて、おると思いますけれども、ですからケースバイケースで判断するということだと思いますけど、逆にですね、本当に正確に判断できるかということがあるとともに、もう一つですね、鉄道会社の立場に立ったときに、やはり損害を与えられているわけですよ。じゃあ誰が損害賠償してくれるんですかということになります。まさに不可抗力で認知症の方が線路に入ったということで、引き起こされたにしてもですね、そうするとやっぱりこれは社会で救済するシステムを作るしかないんじゃないかなというふうに思っております。で、社会というときにも公的な救い方があるとともに、民間の救い方もあるかもしれない。保険というのも一つあり得ると思うんです。で、その保険も公的なバックアップを入れたものをやるとか、ですからこういう判決を機にしてですね、やはり行政、それから一般の国民、都民もどうすればいいんだろうと、明日は我が身なんですよ。急に自分の親が認知症になった、家族がなった、24時間監視してるわけにいかないですから。私も自分の母親は徘徊だったので同じような苦しみがありましたから、そうすると万が一そうなったときに、これやっぱり鉄道会社も損害を受けてる、これは誰かが救ってやるべきだと私は思ってます。で、それをその認知症の方の家族だけに損害賠償っていうのはちょっと不合理だっていうことなんで、これを契機にですね、社会全体で介護をすると、社会全体で、見守りをやるというシステムを作らないといけないというふうに思ってますとともに、できるだけ立体交差にして開かずの踏切をやめるような、今一生懸命やってますから、あれ踏切なければああいうことは起こらない、まあ、他の事故もあり得るけれども、だからやっぱり全体的なそういう社会全体の取り組みをすると、具体的にはこれからみんなで議論して決めればいいと思います。で、こういうのはやっぱり国全体に関わるんで、国会議員がしっかり国会で議員立法してもいいじゃないですか。そういうことで先行するって、我々も何ができるかをちょっと検討してみたいと思っています。よろしいでしょうか。幹事社からは以上です。各社さんお願いします。質問にあたっては所属と氏名をお願いします。どうぞ。はい、どうぞ。共同通信の梅岡です、はい、東京都が作っているヘルプマークについてお伺いします、はい、来年度から他の自治体にも配布するところがあるようですけれども、はい、知名度がまだ低いという指摘もあります。今後の普及促進に向けてのお考えをお願いします。皆さんご承知のように、そのこういうヘルプマークどっか手元にないですか。これはですね、私を助けてくださいというその例えば難病の方含めて、で、私も今人工関節を入れてますけど、ほとんど正常に歩けるようになりましたけど、どうしても階段を越えられない時がありましたね。ああいう時にこういうヘルプマークをつけてると、それから言葉が不自由な方含めて、そうしますと妊婦の方も含めて、皆さんが配慮してやっていただくということで、これは国の方もぜひこういうのを進めようということだったと思いますけど、たまたま他の自治体も、これは我々平成24年度に大江戸線でこれを始めまして、今都営交通もそうですけど、多摩モノレール、それから民間のバスの方々にも約8万5千個を配布をしておりますので、これから2020年に向けて障害のある方々を含めてたくさん来られるんで、これを見たら民間企業も我々も助けようっていう、どうしてもちょっとこうおせっかいかなと思うんだけど、これをつけている方には助ける、だから例えばバスの席を譲ってあげるとか、
先ほど私の例じゃないけど階段上がれないときちょっと誰か支えてくれるということが必要なんで、まあ、ぜひですねこれは他の自治体もそういうふうにやってもらってありがたいと思いますので、今後もっともっと普及させる努力をしたいと思っています。よろしいでしょうか。はい、はい、すみません、日本テレビの久野村ですけれども、はい、昨日行われた調整会議で聖火台の問題なんですが、はいはい、コミュニケーション不足等々、まあ、また指摘されている面もあるんですが、まずこのことへの知事の受け止めをお願いします。はい、まあ国立競技場を作るということで、まあ、あれが一変白紙に戻りまして、その後 A 案 B 案どうするかということでみんなそこに集中していました。で、私の記憶する限りメディアの方々もその時にじゃあどこに聖火台を置くんですか、設計図の中にどこにあるんですかっていうのは私も言わないし皆さんも言わないって言って、まあ、当然その発注する主体JSC ですけどもお考えになっているというふうに思ってはいたんですけれども、ただまあ検討会を作って今からきちんと検討しようということなんで、早急に連休前ぐらいに、きちんとした案を作ってやると。でその時にですね、外に置くとか内に置くとかいうことよりもですね、まずどういう開会式やるんですかと、オリもパラも。でそれに合うような形の聖火台の配置をしないといけないんじゃないですかと。だから同時にその開会式の在り方、今我々も一生懸命検討しています。それとちゃんとこう調整してもらわないといけないと。まあ、それからもう一つはですね、新国立競技場なんですけれども、要するに2020年大会のメインスタジアムであるわけです。ですからそういう中で我々も全面的にそれは協力をして東京都と関わりありますから。であとその聖火台をどこに残すんですかと、つまり我々が 前の国立競技場やっぱりいつも感動してたのは昭和39年のあれが残ってて、やっぱり聖なる地、聖地なんです、あれがあると。あれないとちょっと聖地っていう思いがしなかったんで、そういう意味ではですね、新国立競技場のどっかに残してほしいなっていう気持ちは私にもあるし、みんなもあるかもしれないけども、ただよそのロンドンとか他の ところの例だと、競技場から撤去して公園に設置したとか、まあ、いろんなことがあるんです。だからいろんなそういう要因を考えながら、まあ、早急に検討チーム、それは我々も入ってきちんと発言する気がしたいと思ってますから、そういう中で案を作っていきたいというふうに思ってます。それからついでにもう一つ言うとですね、やっぱり開会式のこうパッと火が灯る瞬間ってのは最高の感動を与える瞬間なんです。ですからこれあんまり事前に知らせないでサプライズやりたいと。ってあんな形で火がついたのかということもあるんで、若干サプライズで隠しとく面があってもいいんじゃないかなっていうような気もしてるんで、まあ、そういうことを含めて私は今のような発言を昨日の調整会議で、そういう意見ですということを申し上げました。それで検討会議をやろうということですから、そこできっちりと決めていいものにしたいと思っています。今の関連のがあれば、はい、どうぞ。関連ですか、TBS 松原ですが、はい、これまで知事はいつも責任所在という話をされてきましたけれども、はい、ここまで決まってなかったと、メディアも含めておっしゃってましたけど、うん、決まってなかったことについては、どこに責任の所在があるというふうに知事お考えですか。まあ、それはですね、基本的には、これ言うと前の国立教育みたいになっちゃうんですけど、国立であるわけですよ。それから作る主体は文科省の監督下にある JSC が作るわけですから、そこで図面なんかを確認するときやってもらわないといけなかったんだけども、ただ、昨日遠藤大臣もおっしゃったと思いますけども、私もオブザーバーで関係閣僚会議に出ておりました。本来はあの時も白紙に戻してどうするかで精一杯だったんですけれども、やはりその時に、聖火台どうなのっていう議論が出なかったのは、オブザーバーではあれですね、関係閣僚会議に出たものとしてちょっとこれ反省せんといかんなと、そういうふうに思ってます。よろしいでしょうか。今の関連であればどうぞ。
すいません、フジテレビの町野です、はい、その聖火台の問題についてなんですけれども、はい、現在の仮設になる場合が組織委員会で、常設の場合は国という役割分担がされていると聞いているんですけれども、はい、この仮設ということについて線引きが曖昧だというようなお話もあると思うんですが、知事としてはこの仮設か常設かという定義どうお考えなのか、また何か見直したりするお考えあるかどうかお聞かせください。ごめんなさい、質問は聖火台について仮設かどうかということなのか、一般的なのか。両方でお伺いしたいんですけど、まあ、聖火台についてですね、はい、主に。いや、聖火台については、そういう議論まで行ってないんです。基本的にですね、一般仮設かどうかっていうのは、例えばですね、今、一番いい例で言うと、お台場のフジテレビの近くですけど、あそこでビーチバレーをやるというときに、そこにその観客席を1万5000席ぐらい作る予定なんですよ。で、これは仮設だっていうことは、終わったらそれは壊しちゃうと、大会終わったら壊しちゃう、これが仮設なんです。だけど作ってですね、スタジアム作って、ずっと残していくっていう、でその後都民や国民が使っていく、そのスタジアムとして残っていく、これが常設っていうか公設っていうかパーマネント、そういう意味です。だからちょっとその聖火台の前作ったのを壊しちゃうんですかって、ちょっと壊さないだろうと思うんで、ちょっとそこの、それは今の競技施設のこう、要するにパーマネントかテンポラリーかっていう、仮設かどうかっていうのの分類にはちょっとそぐわないと思います。よろしいでしょうか。はい。今の関連がなければ、他の、あればどうぞ。はい。日本放送の宮崎です、はい、関連で、まあ、あれだけ建設費用が、建設費がですね、新国立に関して問題になって、はい、でまあ、ようやく決まって、でまた今回、この聖火台の問題が出てきてですね、まあ、仮にその競技場内に建てるとすると、また建設予算も、まあ、費用も変わってくるのではないかという指摘も出ていますが、このあたりのことについては、もうやむを得ないというか。いや、それはまだ検討しておりません。つまりひょっとしてそれはもうその作る人たちや技術者の腕次第だし、私が先日申し上げたのは、もう本当に細かいことまでこういう問題が起こったときには、エンジニア技術者と話をしてくださいということであって、例えばあれをどっかに据えることによってかえって安くつくっていうような解決法が出てくるかもしれません、場合によっては。だからそこはまだ高くなるか安くなるか、どういう費用になるかっていうのは、これ何を作るか、どういうふうに据えるかっていうようなことにもよりけりなんで、まだ議論をしてないということなんで、これは連休前までにそういう議論も含めて、やるし、我々も必要な発言はしたいと思ってます。はい、じゃあ他の点がありましたら、その他今の点で関係のありますか、先に、じゃあどうぞ。すみません、日経新聞の岩村です、はい、先ほど、知事お発言された中で、その中か外かというのが一つの議論があると思うんですけれども、それは知事のちょっと個人的な見解で結構ですけれども、聖火台というのは中にあるべきか、あるいは状況に応じては外にあっても構わないと思いますか、そのあたりいかがでしょうか。皆さん方にも昨日の調整会議の時にご説明があった、ブリーフであったんじゃないかと思いますが、基本は聖火台に関する IOC の基本的なルールがあります。それで聖火台っていうのは、聖火の日っていうのは極めてまさに聖なるものであって、大会をやってる間一瞬たりとも消えちゃいけないんです。これが灯ってるということが、オリンピック・パラリンピック大会をやってるということなんで、それだけ大事なシンボルであると。で、基本的には中に入っている観客が全て、観客の全てから見えないといけないんです。で、自分が座ったところから見えないなと、これは基本的にダメだと。ただ、東京オリンピックの時に、全部屋根を覆ってしまった時に、火を焚いたら、それこそ危ないし、いろんな意味で問題があるんで、そうするとですね、外にそのずっと、火が焚き続けられるようなものを置くけれども、中はレプリカ的なもので済ませるとか、で、いろんな工夫があるわけです。それから頑張ってこう置いたん、聖火台置いたんだけど、本当に 5% の人だけはちょっとその構造上の問題で見えない。だけどちょっと横行けば見えますから、
どうでしょうかっていうような、こういうお伺いを JOC に立て、あ、失礼、IOC です、IOC に立てればですね、いや、それぐらいなら OK ですよとか、最終権限は IOC が持ちます。だけど、それぐらい大事なものであるということなんで、そういう観点から言えば、我々が8万人の観客の中に入ってみるときに、やっぱり常に開会式のみならず、例えば陸上競技の100メーター競争を見ているときも常に成果が見えている、これがベストだし基本的な望ましい姿だと。でそこから先はですね、先ほど言ったように特例については IOC が認めるということなんですけど、やっぱりこういうのは基本的な原則をしっかり守りながらやるべきだというふうに思ってますので、できるだけそれにかなうような解決策を模索したいと思ってます。よろしくございますか。はい、じゃあちょっと時間来ましたんで終わります。ありがとうございました。